さあ、えー、それじゃあですね方言ニュースいってみましょうか、えー、今日の担当は植知和夫さんですはい、えー、こんにちははいこんにちははいよろしくお願いしますはいさ最後水曜おがんじゅうはちみせいびみ、えー、昼夜ぐんごちの二十七日、えー、旧暦うちなのくいめしごちの10日1日,日にあたとおび当社中央流休信報の記事の中からうちなありくりのニュースうちてさびら 中のニュースを、えー、うるま市、つけんじまうて、えー、救急患者の搬送訓練のあたんりのニュースをやいびん、ゆでなびら。えー救、救急患者の搬送を想定した訓練が、もしもの土地、毎日の土地に中病、中病人の、お、じて、この中病人、えー、はくぶる、訓練、な例の。 男子うるま市カツレンのかっちんぬ津堅島でお行われましたチ津ン,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 ン島やかつれん横津半島のおフィシヘしキや漁港、えー、フィッシュチャンナトから出るジトールフェリーに乗り、えー、フェリーイークル約30分かかる抱、えー、える島やい便。 の訓練なれ宴会やうるま市消防団の津ん分団7人と、えー、市消防本部中城海上保安部、えー、沖縄県ドクターヘリなどが参加しました午後はあー昼間や県のドクターヘリで休館を搬送する訓練をした。 昼間や中病人運ぶるドクターヘリサーに中病人運ぶるナレーサビタンうるまない唯一のうるまうてただちチっとクる。船でゆっくりとつけんにはふにし一路離島地検自慢系や中部病院付属つけん診療所がびんあります。 本島への搬送が必要な休館が出た場合、沖縄本島、お夫人家早期空運に並ん中病院の売る場所、日中、ひなか昼間やヘリでヘリサーに、夜間はユ湯浪巡視イサーに早期チャイビン運びます。診療所の自力医師によると、ユイルン昨年度、 巡視艇で5件の搬送が相び弾、津堅島やあ島内艇島内では、えー、自営業をしている人や漁師、えー、海はじゃそう見せる12人があ所属する消防団、えー、12人が組み口をる消防団員が、急患の搬送や消火をします。 中病人の白瓶フィーーチャーシン・サビーン訓練では訓練を受診療所の医師が午後3時35分にヘリの養成ヘリユリサビタクト読谷村の中機場を離陸したヘリがユンタンジャの飛行場を飛び立っちゃるヘリや3時51分に津堅小中学校に着陸をちちゃびたん。 陽性から16分だった、う、え、れ、ー、ヘリゆでから16分、かかとをたんでのくと、おやいびん、島の消防団員はあ、ヘリのパイロットから、また、あ市消防本部から助言を受け、こ、えー、のおくくりならて、えー、離着陸の誘導の仕方また、搬送車からヘリへ、患者を収容する訓練、 病人ヘリ,ヘリン会を打,打ちするなれサビタンしました沖縄県や10月から一部運用が開始される始まいる県消防通信指令センターの準備を進めている四国型ソウル・の協議会も交えマジュンするティドクターヘリの運用などを情報交換したいろんな知らし無知多て ドクター・ヘリに聞いて話しちゅサビタン総合委員消防団のー羅分団長は今日だけで十分な訓練とは言えない中備系の慣れ性十分にちゅううまわらんくと今後もくりからあと消火器の使い方などを訓練したいならゆんと述べましたお話サビタンうるま市消防本部の荒垣警防課長は 人口が高齢化し島のちゅんううつすいなって消防団員も島にいないときもあるので島ん海うらん都心相びくと若い人の協力も募っていきたい若者茶家臣頼み悪やると話し相び昼夜うるま市かつれんのチキン島うて救急患者の搬送訓練のアタンドーンでのニュースをおちてされたん どうさいまた来週ユシデイビラニヘイデイビルはい、えー、どうもありがとうございました、えー、今日の担当は上地和カさんでした